今回の BG4X 試乗は過激なテストを多め、富士山の登りで航続距離 100km 切りを目指したり、林道で走破性を試したり、実は四輪駆動モデルよりも身軽なワインディングでの身のこなし、衝撃の電費性能など実際に乗らないとわからない EV のリアルが盛りだくさん。それではゆっくり実況で本編に参りましょう。というわけでまた BG4X を借りてきました。今度は FF モデルとなります。新車価格は600万円。 AWD よりモーター出力が弱いけど、その分軽くて電費がいいです。右カーブなので先が見えるまで待ちます。今回の試乗の目的はいくつかありまして、その中の一つがここ、富士スバルラインの電費悪化チャレンジ。富士山の5合目までガンガンに駆け上がって、どれだけ電費が下がるか検証します。ワインディング主体のアタックですね。白点線になりました。スバルラインは環境がいいので隙を見て抜いていきます。1920kg に対して203馬力と 266N の加速力。オールクリア。安全なうちに抜き去りましょう。気持ちのいい加速。 AWD と違いがわからないくらい速いです。走行安定性も非常に高く、ちょっと湿った路面の段差で一瞬滑ってもブレません。この FF モデルで攻めていて思うのですが、明らかに AWD モデルより旋回が軽い。それでいて加速力の違いを感じない。特に驚いたのが旋回の身軽さ。18インチでも履いてるのかと思って確認したけど、 AWD と同じ20インチが入っていました。どういうことだと思って所言を確認します。 FF モデルは AWD モデルと比べ車重が 90kg だけ軽く、 14.1 馬力、 72N だけ遅い。こうして見ると馬力がほぼ一緒なんですよね。ほぼ同一の加速力で 90kg だけ軽い車重、これしか違いが見つかりません。これには驚きました。私は速いからという理由で EV は基本的に 4WD を進めていますが、この BG4X だけは加速力据え置きで旋回時の身軽さが増すという点で FF モデルの方がおすすめです。 AWD になると X モードがついて、凍結路などの走行でスタックしづらくなる。加速はあんまり変わらない。それどころか電費が悪くなって航続距離が下がり、本体価格は50万円高い。雪国でもなければ私のおすすめは FF です。さてこのカーブの出口、長そうな直線です。譲っていただきありがとうございます。 EV は何に乗っても100キロ以下の加速がかなり速く、安定もしている車種が多いので山道での追い越しも安全にこなせます。あんまり踏まなくてもガンガンに速度が乗るので、ワインディングでの走行ペースも体感2倍くらい速くなりますね。速く走った弊害として絶望的な電費となっております。この時点で 2kWh です。バッテリー容量が 71.4 なので、単純計算で航続距離は 142.8km。 公式サイトでは 559km と書いてあるので、絶句するほどの速さで航続距離が解けていますね。ここでの注目点は電費の最低値より行きでリセットした料金所のところ、あそこに帰ってきた時どこまで回復しているか、帰ってきて標高差プラマイゼロになった時にどのくらいの電費かまたお伝えします。それにしても本当に気持ちのいい旋回フィーリングです。ND ロードスターみたいに身軽に曲がっていきます。SUV なのに腰高感は皆無で、フラットな姿勢でニュートラルに切れ込んでいく。タイヤグリップの限界値も高い。打角を足していく際も、すっと切れ込んでいく気持ちよさがある。セダンに匹敵する走行フィールです。FF なのに、立ち上がりでラフにアクセルを開けても、前がアウトに逃げるような動きは出ない。むしろフロントのタイヤグリップを使い切りながら、前のタイヤで回転で出口へ突き進んでいく。そのタイミングとこの湿った路面、段差をガタンと超えると一瞬だけトラクションコントロールが作動します。瞬時に姿勢がブレるような動きは出るけど、集中して操縦していれば全く危険にはなりません。素晴らしい安定性と操縦性です。FF モデルは BG4X の持ち前の運動性能の良さが際立っています。どうせ EV で長旅なんか期待しないから、バッテリーは過剰に保護しつつ EV ならではの走りを楽しみ尽くそうよ。そういう開発陣の思いが手に取るように伝わってきます。これが BG4X の真骨頂なんだ。実は今の時期この富士スバルラインはマイカー規制中です。でも EV は入れてもらえる。川口湖の東横インでこの FF の BG4X を数時間だけレンタルして、ガラ空きのスバルラインを楽しみ尽くす。最高です。あかん、曇ってきたし、観光バスの集団に追いついた。まあ十分テストできましたね。電費は最悪のポイントで2でした。それにしてもあの観光バス、思っていたよりも速いペースで走ってくれるのでストレスがなくて助かります。到着。頂上で 75%、バスの後ろで電費が回復しましたね。ここには初めて来たけど、こんな僻地なのにディズニーランドみたいに賑わっていました。そしてこの曇り空。あ、見て、EQS だ。さっきはeTron GT も見たし、この辺は EV との遭遇率が高い気がします。実機調査もできたし、時間も限られてるので帰ります。タイヤのグリップ限界の高さと、モーターによる回生力の大きさ。
この2つが効いてダウンヒルも安心だ。帰りはほどほどのペースで流しつつ、可能な限り油圧ブレーキは使わず、回生ブレーキのみで下ってみましょう。大抵の EV にはワンペダルドライブが持たされていますが、BG4X にも回生ブレーキ強化モードがあります。アクセルを抜く方の力に対する、減速 G の出方にムラがあるので私はワンペダル嫌いですが、これを押してやるだけで、結構強い回生ブレーキがかかります。急カーブの前だけ使いましたね。これがソルテラになると、パドルシフトで回生ブレーキの力を4段階くらいで調節できます。BG4X に対してソルテラは100万円ほど高いですが、その分付加価値も付け足されています。今言ったパドルの他に、パワーモードもソルテラ限定、オレンジというかタンレザーの内装もそうですね。私はお金に余裕があるなら、ソルテラの方をおすすめしたいです。ちなみに X モードについては、BG4X の AWD モデルにもついています。青森県の北の方にソルテラのレンタカーがあるらしいので、それも借りてみたいですね。このチャンネルではショート動画で上がった収益を使って、この動画のようにレンタカーを借りてレビューしています。この BG4X の動画を作るのにも、合計で3万円ほどの経費がかかっています。高評価やチャンネル登録で支援していただけると幸いです。さて富士スバルライン、気持ち良い時間が過ごせています。頂上付近は窓を開けると寒いくらい、さっきは BG4X を褒めてばかりいたので悪い点も申し上げましょう。100キロ近く出した際、ロードノイズがちょっと大きいと思います。またオーディオについても、上位グレードである本社の Z は、JBL の旧スピーカーがつきます。でもはっきり言って音質は良くないです。JBL とか誇らしげに掘ってあるけど実際問題として音質が良くない。また1日に複数回の急速充電を継ぎ足し続けるような超長距離において、充電制限がかかる仕様が存在します。アップデートで制限は緩和されましたが、バッテリー残量予測のなさやガバさと相まって、長距離が苦手なことは皆さん知っての通りです。まあ私の意見としては、満タン出発で4時間近く進んで、そこから充電30分を入れたとしても、1時間あたり7分程度のロス。休憩多めでゆったり行った際と、そこまで極端に変わらないんじゃないかと思いますがね、90kW 級に30分つなげたら、約 50% くらいは回復できます。つまり 150km 分くらいにはなるはず、東京大阪間は20分程度の充電で走破できるはずです。ちゃんと計算して計画を練れば、充電時間は読書でも休憩でも、みんな大好きなスマホでもやれば、意外となんとかなるんじゃないの?と私は思っています。これも何日か借りて試してみたいですね。さて頂上では 75%、2.4kWh でしたが、料金所まで戻ってくると、79%、6.8kWh まで回復しておりました。23キロも走ったのに、航続距離はむしろ増えたのですね。なお 6.8kWh の電費なら、見込み航続距離は 485km です。家から 80% でスタートしたり、0% から下のバッファを考えて 0.7 をかけてみると、339km、家から 250km 近く走ったところで最初に出てくる 90kW 級充電器で、最初の充電を考えることになりそうです。さて今は富士五湖を走っていますが、ここの景色はすごいですね。この青色と新緑の緑が鮮烈。というかなんだこのモデル Y。90歳くらいの高齢者が乗ってるパターンだな。モデル Y の横幅は 1925mm。バカみたいにでかいけど、丁寧に乗れば絶対収まります。お前ちゃんと運転しろよ。私はスバルラインをかっ飛ばしたけど、この40キロの方が比べられないくらい危ないじゃねえか。せっかくのテスラが台無しだな。乗り手のせいで車の評判が落ちる。アルファードと同じ状態になっていますね。自動運転の方があんたの運転より安全だから、お前そこで FSD 買って助手席で帰れ。さて正直にやってまいりました。ここは湖畔に降りられるのが特徴です。というか微妙に渋滞が大きいせいで、全然足元が見えません。大人が2列目でも快適に乗れるくらい広い車内空間を持っていて、それでいて普通に乗れるサイズに収まってるのはいい。でもこういう狭いところだと、アラウンドビューカメラありきな取り回しになってしまいますね。SUV だから悪路も安心安全、と言いたいのですが、万が一にもパンクしたら嫌なので優しく走ります。そうじゃなくても汚れるし、ランフラットタイヤだろうが普通にパンクするし、悪路を楽しみ尽くしたいなら、乗せる車とセットでバイクを買うのが一番いいのかも。自転車でもいいと思うぞ。それにしてもいい運動性能です。横幅は 1860mm、ギリギリ車線内に収めて走りを楽しむことができるサイズですね。身軽なのに追い込んでも安定しているので、ND ロードスターの上位互換なんじゃないかと感じるような操縦フィールです。立ち上がりで一気に前に出るので、これにガソリン車で張り合うなら、3リッター級の下級機付きの直力は欲しい。道さえ空いていれば、富士五湖の周りは最高のドライブコースです。サンルーフが開いてくれればよかったのですが、そういえばこの車、SUV でしたね。トヨタの SUV は極限まで追い込んでも、素晴らしい応答性を発揮する車種が多いです。わずかな荷重コントロールで車線の外側まで膨らませてから、ちょっとアクセルを抜いてインに吸い込ませる、そういうコントロールを楽しめます。次は狭い林道に来てみました。
BG4X は微妙に大柄なので、すれ違いでは苦労します。待ってろ、肩にでかい木の枝がある。今絶対でかいの踏んだ。大丈夫かな。ここはまだ広いけど、日本の林道って狭いところは対向車来たら積みかねないので、手遅れになる前に引き返そうと思います。前後に4690ミリ、最小旋回半径 5.6 メートル、ギリギリなんとかなるサイズです。この BG4X、トヨタ初の EV として、いろいろなニーズを賄えるように設計されているようです。狭いところでもギリギリなんとかなる、取り回しの悪さがギリ許容範囲に収まるサイズ。それでいて車内空間は大人4人でもゆとりがある。長旅性能は他社より何年も劣ってるけど、許容できないほどではないし安全性や安心感はある。形は SUV だけど、セダンやスポーツカーと同じく、走りを楽しめるように作っている。開発陣が想定していた BG4X のレンジは、たまに1日で300キロ程度の、長距離ドライブに出かけるというレベル。どうせ EV の長旅なんて不自由なんだから、それ以外で楽しめるようにしようという作り。でも世間はどうかというと、1000キロチャレンジや、東京青森充電レースのような軸で評価。これは開発陣が最初から捨てて、バッテリー保護のために、安全全振りで縛った先のゾーン。そこばかり注目されて、乗ったこともない人々にダメな車という烙印を押された。いや確かに充電性能や電費は、外国の EV を知ってる身には5年以上遅れてるほどひどいものなのですが、ネットには脳死で否定コメントを書く人が多すぎます。そういう人に限って毎日何時間も無駄にしてるやろ。充電時間の批判よりも先にスマホのスクリーンタイム見てみろ。ちなみに今回の試乗は下道主体で、空いてるところは飛ばしつつ、空調控えめでほどほどに流すものでした。4時間で約112キロ走りました。その際の全区間電費は 6kWh、100% スタートなら、400キロを超える航続距離になる数値です。確かに充電性能に難はあるし、他社より明確に劣っているけど、でもゴミではないんです。事実この試乗で、当初は急速充電休憩を15分ほど挟む予定でしたが、結局充電はいりませんでした。帰ってきた際も、70% 近くバッテリーは残っていました。そんなに BG4X って、お出かけで使い物にならないですか？私は EV の走行性能が好きなだけの人間ですが、EV がエコカーだとも主流になるとも思っていないですが、みんなのネットリテラシーの低さには頭を抱えています。子供の頃から他人への啓蒙が無意味なのは知っているのですが、個人的な検証は今後も続けます。2週間後くらいに、日帰りで名古屋東京間も走ってみたいですね。今後ともよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。